これです。このトロトロ感、これ、これで火止めてください。この卵の感じ、最高。卵2個がね、こんだけ絡まるとね、めちゃくちゃ濃厚なんですよ。どうも、料理のお姉さん、リュウジです。はい、ということでですね、最近テンション無理やりに上げてったんで、下手なのとアッパーだったんですけども、この間デブブレイカーの回で相当素を見せたので、過去最高の高評価が皆さんありがとうございます。ちょっと素のテンションも見せながらやっておこうかなっていう感じでやっていきます。もちろんね、料理は楽しくやらないといけないんで、楽しみながらやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、少しずつでございます。僕はパスタはかなり自信があるんですけども、至高のですね、ペペ玉でございます。はい、ツイッターの方ですごく話題になったのが、レンジを作るペペ玉だったんですけども、今回はさらに上に行くですね、ペペ玉でございます。超邪道な作り方をするんですけども、超うまいです。そんなペペ玉になってますんで、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。まずですね、もう卵ね、卵2つ、はい、M でも L でも大丈夫ですけど、まあ、普通の卵2つですね。バターが 8g、あとニンニク2かけ、パスタなんですけども 1.6 ミリのものです。濃厚な、パスタソースになるんで 1.6 ミリでも全然大丈夫だと思います。はい、唐辛子ね、ペペ玉なんでね。ペペ玉っていうのはですね、福岡のね、まあ、とあるレストランですごく流行ってるものなんですけども、まあ、最近それをアレンジして皆さんいろいろ料理家さんが結構ペペ玉ペペ玉って言って出してると思うんですけども、もうこのペペ玉も僕独自のアレンジなんですけども、めちゃくちゃうまいです。ペロンチーノとカルボナーラのあいのこみたいな、感じになりますんで、これちょっと今からやっていきたい。しかも超簡単ということで、毎回もう思考になる思考になるとか言ってるんで、言うてるんですけどもね、あ、飲めます。なるほど、ちょっと飲めます。はい、アルコール中毒じゃないです、アルコール無中だけです。1本目なんで、1本目の動画はね、これぐらいのテンションでいいと思います。見てるとね、疲れるもんね、あいつね。今回チューハイをね、飲んでいきたいと思います。はい、じゃあ皆さん乾杯。最高ですね。一杯ずつ笑顔が、顔が明るくなっていくと思うんで、そこら辺も注目してみてください。じゃあやっていきます。じゃあまずですね、やっていきたいと思います。ニンニクから切っていきましょうね。はい、こんな感じですね。いつもね、明るそうな感じでやってますけど、僕基本すげえ寝暗なんでね。僕はね、皆さんにね、料理の楽しさをね、もう本当にもう押し付けたいんでね、僕はね、これからもね、明るくやっていきますよ。だんだん明るくなってきますから、はい、お酒の力 でもっと細かくしてもいいんですが、まあちょっとね、粗みじんぐらいがいいと思います。あんまりね、細かくするとね、ニンニク焦げやすくなっちゃうんですよ。なんで、そこまで、これぐらいでいいです。ちょっとこれもね、使う分だけちょっと水につけとくといいです。水につけとくと味出やすくなりますし、焦げにくくなるんです。唐辛子ってすぐ焦げちゃうから。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあね、まずね、フライパン、今回はね、パスタね、茹でないです。フライパンでやります。炎上ペペロンチーノっていうのがあるんですけども、それと同じ作り方です。今回はこの作り方の良さっていうのは、まず洗い物が出ないこと、もう一つはパスタの煮汁をレストラン並みに濃くこう煮出せるってことですね。だから小麦が溶け合ったこの煮汁を、最大限に使えるってことです。だからこのペペ玉のね、卵ソースがね、すごくね、濃厚に絡むんですよ、パスタに。この卵を全部今回はまとわせます。弱火にかけます。で、今回ね、炎上ペペランチーノの場合だと肉焦がしてた、わざと焦がしたんですけども、香り高くするために。で、今回は卵のこのまろやかさっていうのを表現したいので、肉は絶対に焦がさないでください。シュワシュワしてきたらもう弱火でいきますよ。これは基本ね、イタリアンのテクニックだとね、こうやって弱火でこのニンニクの香りを出していくのがポイントなんで、ちょっとトッピングに残しておきます。シュワシュワね、もう香り出てくるんで、だん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 これでね、香りが出てきますんで、ニンニクが色づいて、色づくか色づかないかぐらい。お水を入れます。ここに水を入れます。入れたら、ちょっと強火にしますね。で、ここに白だし 25cc なので、大さじ1と小さじ2ですね。 25cc 入れます。で、僕が使ってるのは山木の白だしね。はい、 100ml あたり 10g ぐらいの塩分の白だしであればできると思います。僕はね、これが一番うまいと思う。でも、まあ、なんでこんなことするんかって言ったら、パスタをね、一緒に茹でることによって煮汁とね、パスタの一体感が生まれるんですね。小麦がね、溶け込むんですよ。で、飲食店さんとかだと毎日大量のパスタを茹でるんで、飲食店のパスタでよく乳化させるために使うじゃないですか。
茹で汁を。あれって毎回茹でてるからものすごく飲食店さん濃いんですよ。なのでそれを再現するために今回パスタ1人前を全部このお湯の中で吸わせながらやることによって小麦がね濃く溶け出すんですよ。レストランで使ってるような茹で汁を再現することができます。沸いたらパスタを入れます。これはね、前回はこう 1.4mm ぐらいかなのやつだったんですけども、でこうやってね、ちっちゃいフライパンの場合はねこうやってね押しながらね、押し込みながらやると、最終的に全部ね、このお鍋に入る感じになりますんで、はい、でこれね2人前作りたい方は水の分量をちょっと減らして、やってみてください。はい、ちょっとコツはね必要なんですけども、コツをつかむのにちょっと時間がかかるんですけども、2人前も言うたら3人前とかも多分できると思います。はい、7分茹でなので弱めの中火ぐらいでポコ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 と煮ていきます。これでね、ニンニクの香りとか白だしのうまみ、あとの唐辛子の辛み全部この麺に吸収されて最高に美味しいパスタになります。はい、じゃあね、これパスタは茹でてますんで、これはまあ途中ねちょっとかき混ぜながら煮ておけばいいので、溶き卵を作っておく。で、ペペ玉いろいろ作り方あると思うんですけども、僕はね卵2個たっぷり使います。この卵2個をこのパスタ 100g に全部、半熟にして絡める。それが僕の、最高のペペ玉の食べ方です。よく溶いておいてください。はい、じゃあね今ね6分、ちょっとね固めに、茹でてるんですけども、20これぐらい大さじ2杯ぐらい残ってますかね。火止めちゃいます。あとはね余熱でどんどんあのパスタ下っていきますんで、一回味見、ちょっと固めに仕上がってます。お好みなんで硬さはね、もしもうちょっと柔らかいのが必要だったらもうちょっと水を足してもう少し煮てください。はい、そしたらねバター、はい、これ入れます。バター入れてね、火を止めてバターを入れてちょっと温度下げておくんですね。あんまりねこのフライパンの温度が高いと固まっちゃうんですよ。これ卵が温度下げちょっと下げることを意識すると失敗しません。卵入れます。これ全部バーッと入れちゃってください。これでこの、濃厚な ゆで汁と、卵のですね、ソースを、はい、トロトロなソースを作ってみます。はい、余熱でも固まるんですけども、これだとねまだねシャビシャビなんですね。はい、これだとね卵かけパスタなんですよ。これじゃペペ玉とは言えないんですね。はい、だから卵ソースを作るために、弱火にこれでかけていくんです。で弱火にかけるときに一番ね持っといてほしいのはこのゴムベラですね。はい、ゴムベラでとりあえずかき混ぜながら、だからねこの時間でね結構ねあのパスタってまた茹で上がっていくんで、で絶えず弱火にかけながらこうやってねかき混ぜていきます。で、この卵がね全部このパスタに絡まるぐらいまで、固めていくんですね。なんでこっからはね絶えずねこうやってね卵をねこう混ぜてください。混ぜないとねフライパンの接している面からこれ固くなってきますんでね、火が通ってきますから。はい、はい、今ね弱火で、やってます。はい、で全体を、トロトロにしていく。一回温度をさ、下げてから弱火にかけてトロトロにしていくことによって、最高のこの卵の、ソースを作り上げていく。これが大事なんです。レンジでやるペペ玉もね非常に、いいんですけども、これでやった方がね自分の好みの、卵のソースの硬さにできるんで、非常にいいと思います。はい、で分かりますかね、どんどん卵固まってきてる、ね、どん固まってきてる。難しい方は煽んないで大丈夫ですからね。はい、固まってきても分かりますか。これ今見てフォーカスしてこれこれです。このトロトロ感、これで火止めてください。この卵の感じ最高。はい、これでお皿に持ってきます。パスタ持っていきます。はい、こんな感じね。はい、
わかりますか、卵2つあんなにシャバシャバだったのにこんなに固まってますよね。これがね、最高にうまく仕上がった証です。卵2個がね、こんだけ絡まるとね、めちゃくちゃ濃厚なんですよ。ちょっとこうトロッとしたソースになってますね、はい、これが大事なの。で、最後に残ったこの半熟のスクランブルエッグのような、このソースも、余すとこなくかけていく。これ非常に重要ですね。取り出しておいた揚げ唐辛子、あ、ちょっと水につけてたやつね。至高のポテトの完成でございます。はい、じゃあ手いただきます。よいしょ、やりざ尋常に飛びますよ皆さん。いただきます。完璧だね。ソースの絡まり、大量の卵が全部このね、絡まってるんですよ、この 100g パスタに。茹で汁も巻き込んでるからすっごい濃厚です。のパスタやべえぞ、ね、辛みとね、ちょっと結構濃厚なんで辛みを足した方がいい。だからタバスコ、うん、一気につまみパスタになる。あー、いいね。やっぱうまいもん食うとテンション上がるよね。うん、いでよ。よし、はい。いただきます。いただきます。はい、うまっ、ちゃ濃厚だね。レンジバージョンもいいんだけど、レンジバージョンだとね、ここまでね、あの煮詰めらんないんですよ。このやり方が一番精度が高いです。これは至高だね。めっちゃ自信ある、うん、あ、てつや、彼女募集中なんで皆さん、ということで今回の至高のペペ玉いかがでしたでしょうか。テンション上がってますよね。なんでかって言ったら、これがうますぎるからです。ここに出しても恥ずかしくない、めちゃくちゃ濃厚でめちゃめちゃクオリティの高いトロトロの濃厚な仕上がりになってますので、このやり方一回やってほしい。ありえんほど美味しいから試してみてください。あ、てつや、彼女募集中なんです皆さん、テツヤのツイッター貼っとくんで DM お願いします。はい、何とも言えない、はい、DM お願いします。まあまあちょっと社会実験で